トコちゃん。どうもトカゲのテンです。今日はな、パパとママがスマシーワールドに行ってきたから、まあ見たって。はい、これ途中の海。はい、到着。神戸スマシーワールド。はい、入ったとこのシャチで、アシカさん爆睡中、めっちゃ寝てる。で、ウミガメ。もうママはな、ウミガメがもう超大好きやねん。だからもうこのウミガメを見に行ったって言っても過言ではないぐらいウミガメが好きやねん。で、ちっちゃいやつもな、いっぱいおってな、ほら、めっちゃ可愛いやろ。ちっちゃいって言っても、ウミガメにしたらちっちゃいだけでな、普通にリクさんと比べたら超バリでかいねんけどな。それぐらいやっぱウミガメってな、大きいもんな。マジで。人が乗れるで。竜宮城まで連れて行ける大きさやわ。めっちゃ可愛いやろ。アザラシ。アザラシはな、ちょうど餌やりの時間やって。アザラシってな、やっぱりな、賢いで。見といてみ。ほら。パチ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 ってして、餌もらってんね。で、今度この手前の子を見ときや。ほら、賢いやろ。で、ペンギンさん。上手に泳ぐよな。で、ひなたぼっこしてる子たち。かわいいやな。で、こっからはいろんなお魚さんたちがいてんね。これはタチ、マイナスイオンたっぷりや。で、ほら、お魚いっぱいやろ。で、これオオサンショウウオ。ほら、ちっちゃい子いっぱい。ほら、こっちも。この子たちはみんな川にいてる魚やな。で、カメさんもおってん。結構大きいよな。で、コイ。何気にパパこういう魚好きやねん。見ときゃ喧嘩するで。ほら、割れでやろう。こっちはめっちゃ仲良し。カブトガニ。でっかいよな。いろんなお魚。で、ちょっと集合体恐怖症には厳しいやつ。で、わかる？タコ。で、なんかいろいろ。美味しそうな魚。で、こっからはなんか南国っぽいエリアなんかな。ほら、めっちゃ南国っぽいやろ。ほら、南国っぽいやろ。で、ほら、めっちゃ南国っぽいやろ。綺麗なサンゴ礁とか綺麗なお魚いっぱいあって。ほら、いろんな色がいてるやろ。で、わかる？海蛇。で、全然隠れてない隠れ熊の実。
で、チンアナゴと、なんかタツノオトシゴ、かわいいよな、おっきい魚で、こっからイルカショー、ここのイルカさんたち賢いねんで、こっからはてんちゃんしゃべっても邪魔やろうから、まあ見たって。もう一回チャレンジやで、さあ次は、あー惜しい、でもすごいな、こんな高さまでジャンプできるのな、うん、なんで飛行機取ってんの。さあ今度はオウカショー、シャチさんやな、シャチのショーやってるところってめっちゃ少ないよね。やっぱりシャチの迫力はすごいよな。めっちゃでかかったよけど。この水かけマジでエグかったって、ほらまだやってるもん、やっぱりシャチは迫力がすごいよな。で、ぬいぐるみのくじ全然取られへん、あ、取れた、さあ、何かな、あー、4等、
一番ちっちゃいやつや。で、パパはイルカやったけど、イルカも4頭でした。で、ほら、スマの限定のガチャガチャ、そら回すわな。さあ、何が出るかな。じゃじゃーん、イルカ。で、パパはシャチを引きました。で、すみっこ暮らしのやつもコラボしたやつあんねん。狙いはやっぱりトカゲやで。白クマとシャチでした。さ、パパはなんと狙い通りイルカでした。で、ママが小籠包を食べたいということで、帰りに南京町に寄りました。夜はな、こんな感じでめっちゃ綺麗やってん。で、パパはとりあえず肉寿司、これ絶対食べる。で、ママの大好きな小籠包。ほら、じゅわー。で、エビの水餃子もあったからな、これも食べてみたかったから。で、刀削麺。ママは超幸せで帰りました。はい、ということで、お土産のバームクーヘン、チーズケーキ、はちみつケーキ、どれも美味しそうやろ。で、何気に美味しそうやったかりんとうミルク味と黒糖味で、当たったぬいぐるみ4頭。まあ一番ちっちゃいとはいえ、まあまあなでかさや。で、これガチャガチャのシャチとイルカ。これ綺麗やし、ええやろ。で、すみっこ暮らしもイルカとシャチ、かわいいやろ。ということで、なんだかんだで全部イルカとシャチやってん。まあ、これはこれでありやでな。イルカショーとオルカショーがあったから。っていう感じで、スマシーワールド楽しんできてんて。もう人いっぱいやったから、イルカショーもシャチのショーも、1時間ぐらい前にもう入って席取ってずっと待っててんて。でもあの迫力やから、待つ甲斐あるわな。マジで。ママはな、生まれ変わったらイルカショーのトレーナーになりたいねんて。パパはもう普通に動物園とか水族館とかの飼育員っていう仕事もな、やってみたいなって言うてるわ。なんやったらてんちゃんがフットワークショーやったろか。ゆいゆいダンスとか、ハニーワーム100匹早食いショーとか、7秒ぐらいで食べたるわ。マジで。じゃ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。イルカのトレーナーになりたいなら、生まれ変わったらまず泳げるようになりや。